HMS ベレロフォンは、ナポレオン戦争当時のイギリス海軍の戦列艦。ナポレオン・ボナパルトの降伏を受け入れたことで知られる。浸水は1786年10月。当時の海軍大臣だった第四大サンドウィッチ、伯爵ジョン・モンタギーには、ギリシャ・ローマ神話の趣味があり、本館の名前も、ペガサスに乗って、怪物キメラを退治したギリシャ神話の英雄。 ベレロフォンにちなんで彼が名付けた。イギリス海軍でこの名を持った最初の艦である。ベレロフォンは生涯以下の3つの大きな海戦に参加している。プリマス湾のベレロフォン上のナポレオン・ボナパルト・チャールズ・ロック・イー・ストレークがワーテルドウの戦いに敗れたナポレオンは6月22日に大イ,イロシュフォール港からアメリカ亡命を図ったが、 イギリス艦隊の港湾封鎖にあってかなわず、7月15日、郊外の X 島において港を封鎖していたイギリスの戦列艦ベレロフォンに投降した。艦長のメートランドは、途中の気候地でも一切上陸は、愚か者ウリの小舟を寄せ付けることすらせずに、プリマスに向かったが、情報は途中で漏れ、7月31日にプリマスに着いた時はナポレオンが、 本艦に乗っていることはすっかり知れ渡っていた。ナポレオンはここでも上陸を許されず、停泊しているベレロフォンには警備のために2隻の船がぴったり寄り添っていたという。8月4日、ついにナポレオンのセントヘレナ島への配慮が命じられる。ベレロフォンはプリマスから出港し、8月7日、護送を命じられた、戦列艦のオーサンバーランドに沖合でナポレオンを引き渡した。 ナポレオンはついに一歩も英国の地を踏むことはなかった。1815年に現役を退いたベレロフォンは監獄船として使用され、1824年にはキャプティビティと改名された。そして1836年1月12日に解体のために売却された。ありがとうございます。